構えた。カーブ出した、倒しよく掘ったね。ヤクルトは3番バッター青木がいます。先に速いボール、ファール。さあカーブ、おーっと外角を取ってきたプレーで、アンパイア岡田。この一球は最高だね。具体的ピンチになってしぶといピッチングを続ける江川、第1球ボールです。2番15位にようやく2割9分2厘でおりますが、この不振が、このところの最近の不振がちょっと表情が和み、外角ボール2円2まっすぐボール2、3。アメリカンリーグのアンパイアが日本へ来て昔から教えましたからね、はい、どうしてもそのゾーンになっていた、ところがアメリカンリーグがまああの、ゾーンを低くしたんですよね。なるほど、ね、ナショナルリーグ、はい、これで 2-3 になりましたね、でこれあのマレーはね、今まであの江川に関してですよ、このカウントではストレートが来るとこういうふうに読んでるんですよね。江川はアメリカンスタイルのピッチャーだと、こういうふうにあのマレーは今まで分析してる。左から足首にかけて炎症を起こしています。大谷さん、ちょっと江川が首を振り出しました。ね、あのまだどっちことないと思うんですけどね、先ほどの方